皆さん、こんばんは。中西ゆりです。偉人素顔の履歴書アフタートーク、番組収録後に番組の中ではご紹介できなかったエピソードなどを歴史家の加来耕三先生に YouTube でたっぷりと語っていただくコーナー、偉人こぼれ話のお時間です。さあ、今日は教えて加来先生質問スペシャルということで、視聴者の皆様から加来先生に寄せられた疑問質問に先生にズバリ答えていただきます。まずこちらの質問です。東京都にお住まいのペンネーム秋なるよしさんからいただきました。ありがとうございます。無血会場で話し合いをしたのは西郷隆盛、勝海舟ですが、この無血会場を決めたのは2人だけだったのということで、重要なことなので他にも話し合いの場にはたくさん人がいたのではないでしょうかというご質問ですね。はい、当然のことですけれども、江戸無血会場をですね、西郷と勝とこの2人がですね、正面から話し合って全て決めた、そんなことあるわけないわけですね。はい、でその前に山岡鉄舟という人が事前に打ち合わせに行ってますね、西郷のところへ。でまた海舟も自らが対談の席に、自らが交渉の席に座る前に、使えるカードは全部切ってるわけですね。篤姫、あるいは和宮、13代将軍14代将軍の奥さんですね、こういう人たちの実家に働きかけもする。そしてそれどころか横浜に展開してました欧米列強の人たち、これにもその海舟は働きかけをしているわけですね。で西郷のみならずですけれども、官軍の連中はですね、いわゆる統制軍というのはもう買ったつもりでその乗り込んできたわけですね。でもし合戦になった時には病人が出るかもしれないから治療してくれということを言うんですね。そしたらそのイギリスの大使が何て言ったかというとですね、慶喜は降参してるじゃないかと、恭順の意を表してるわけですからね、降参してる人間を撃つなどという野蛮なことはね、ヨーロッパでもアメリカでもないってわけですね。そういうことをするなら協力するどころか我々は敵にもあるかもしれんってことなんですね。それを言われて愕然となったところに勝海舟との面談というか交渉が出てくるわけですね。だから物事というのは単純にこの時誰々がどうした、そこで決着つくなんてことはないんですね。もっと言うならば交渉事というのはほとんどがテーブルに着いた時には終わってるんですね。それまでの根回しがどうであったか、どれだけの準備をしたかというのが問われるわけですね。ところが勝海舟という人はほら吹きな一面があって、何でもかんでも明治になってから俺がやった俺がやった俺がやったとこう言うんですね。それがややこしいことになってるんですけれども、そこを引いて考えましても、交渉にはたくさんの人間が携わっている。下交渉もありますし予備交渉もある。そして勝海舟が西郷隆盛と会った時もですね、実は目付というのがいて必ず横で監視してるんですね。それが2人で会った図には描かれてないわけですね。そうすると何も知らない人はなんだ2人だけで会ったのかと思いますけれども、西郷の方には桐野ですね、利明なんかもいますし、何人もその薩摩側の人間がいるわけですね。隣の部屋にいたか後ろにいたかは別ですけれども、同席してるわけですね。だからそういうふうに考えますと、劇的に見せるために2人を強調することはあっても、その2人だけで全てのことが決まったということはありえないと思いますね。いいご質問だと思いますね。はい、ありがとうございました。さあ、続いてのご質問です。岐阜県にお住まいのペンネーム豆腐さんからいただきました。石田三成が関ヶ原の戦いで勝つ可能性はありましたか、またどうしたら勝てましたかというご質問ですね。はい、関ヶ原の戦いを戦術的に考えた場合、例えば一発勝負でこの戦い自身を変えるということになった場合には勝てた可能性はないことはないと思いますね。一説には立花宗茂という一回も負けたことのない人がこの時大津城攻めに行ってるんですね。もし彼が、戦場に関ヶ原にいたら、おそらくこの戦いは勝った可能性がある。で小早川が裏切るということを防ぐことができたとするならば、この一戦は勝つことができたかもしれませんが、どうでしょう、これは戦術的な一戦を勝っただけであって全体の勝ちになったかということになると、話が違ってくると思うんですね。いろんなことを総合して考えた場合に、さあ、
朝鮮出兵というやってはいけないようなことをして多くの人心を惑わせて、まあ、はっきり言って国民から嫌われてしまったような政権がですね、長く続く方向に行くだろうかということなんですね。長い目で点を線でつないでいきますと、私はやはり最終的には徳川家康が勝つべき方向の方に向かったのではないか。一戦二戦の勝利はもちろん三成にもあったと思いますけれども、最終的な勝利ということに対する説得力というのが残念ながら朝鮮出兵をした後の豊臣には私はなかったように思いますね。最終的にはこういう、うん、結果は一緒だったんじゃないかなという、はい、最終的には結果は一緒ではなかったかな、まさにその通りだと思いますね、はい、ありがとうございました。さあ続いてのご質問です。兵庫県にお住まいのペンネームイタリアさんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく拝見させていただいています。ありがとうございます。私はイタリアに留学していたことがあるのですが、世界中の学生がイタリア語を学ぶ教室でイタリア人の先生が天才をテーマにミケランジェロやレオナルド・ダ・フィンチですね、の名前を挙げた上で、うん、あなたの国の天才は誰ですかと聞かれたそうです、うん、その質問をされた私はミケランジェロやレオナルドとの比較から葛飾北斎と答えたんですが、はいはい、友人は徳川家康と答えました。理由は300年も続くものの礎を築いたからだったんですが、それを聞いた僕はそれなら新しいものを築こうとした織田信長の方が天才という認識かなと答えました、うん、各先生、中西さんがもしあなたの国の天才は誰ですかと聞かれたら誰の名前を挙げますか、お答えいただければ幸いです、よろしくお願いしますというご質問、うん、中西さんはどうですか。そうですね、私も信長か、あるいは上杉謙信かなっていう気がします、ね。まあ、ひらめきの人ですね。そうです、うん、そのひらめきとかちょっと普通ではありえない行動に出たりとかっていうところを、その発想の豊かさみたいなのが、うん、天才と言われたらこの2人かなっていう気がするんですけど、先生はいかがですか、うん、まず天才の定義をどう考えるかですね。芸術家を並べたところで葛飾北斎、まあ、まさにその通りだと思いますね。もう全く異論がありません、はい、でまた、友人の方が徳川家康だと言った、これは分野が違うわけですね。そうですね、政治というところで265年、まあ、約300年、その太平の時代を築いたということは、これは世界史的に見てもやっぱりすごいことですね。それをもって天才というならば間違いなく徳川家康も天才に入ると思いますね。ただその天才の定義をどう考えるかなんですが、今中西さんがおっしゃったようにひらめくということで言うならば、家康にはそのひらめきがありませんね。信長、それこそ信長以上にひらめいた上杉謙信の方が天才という言葉のイメージには近いような気がしますね。ただそのひらめかなかった家康がなぜ265年約300年の太平を開けたかと考えますと、やっぱ彼にしかない能力があったことだと思うんですね。私はそれは学ぶということの原型であるマネブということが彼をして、その天才らしきものにしたのではないかな、そういう気がするんですね、うん、家康は自分が凡庸であることを誰よりも理解しているわけですね。しかし信長に伍して次の時代を生き残りたいと考えたときに、さあどうしたらいいか、これはもう徹底して、その優秀な、それこそ、家康が天才と認める人間をその真似していく、これしか方法がなかったわけですね。この時家康がモデルにした、真似をした人物が実は武田信玄なんですね。ああ、武田信玄というと、これまたその取り方によってはですね、家康同様、あれが天才かよという人がいるかもしれませんけれども、天才を何に置くかですけれど、家康は自らのモデルとして武田信玄を真似し、で真似部ということを徹底してやったおかげで最終的には天下を取ったわけですね、うん、自分の性格に合ったその天才、これをその探してきてそれに学ぶということは大したことだと思いますね。その学んだり、まあ、真似をするっていうことの才能で言ったら、まあ確かに天才と言えるかもしれないですね、うん、そうなんです。だからね、ひらめくことだけを天才とお考えにならないで、もっとその自由にですね、広く考えてもらうと、その可能性が広がるんではないかな。いろんな人がやっぱ天才だというふうに思いますけどね、うん、ありがとうございました。さあ、各先生の質問は BS11 の番組ホームページから投稿していただけます。皆様からのご質問お待ちしております。
さあ、偉人素顔の履歴書は毎週土曜夜8時全国無料放送の BS11 で放送中です。放送では素敵なプレゼントが当たるチャンスもありますので、ぜひご覧ください。そして YouTube でお楽しみいただける偉人こぼれ話も合わせてチェックしてください。毎週火曜日配信です。それではぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。では先生また次回お会いしましょう、はい、どうも。